キランタイサウルスは、白亜紀後期に、現在の北アジアに生息した、ネオベナトルカの獣脚類恐竜の属の一つである。化石は中国、内モンゴル自治区にあるカラス両祖階層の白亜紀後期、中論期、9200万年前の地層から、発見されている。タイプ種シ,シート種アンシスは1964年に、古樹英により記載された大型の獣脚類であり、 体長は11メートルから13メートル、体重は2.5トンもしくは4トンと推定されている。近年、ブルースでトールでは大腿骨の長さから60キログラムと推定されている。キランタイサウルスは最初、子によりアロサウルスに近縁のカルノサウルス類と考えられた。後続の研究では全死にスピノサウルス浄化に特徴的な大きな鍵爪を持つため、 このグループに属し、おそらくその原始的なメンバーである、可能性が示唆された。他の研究では、アロサウルス上下、スピノサウルス上下、コエルロサウルス類との類似性から、テタヌラ類の別の属子のメンバーであると示唆された。2009年の研究では、同じ類相で発見されたカルノサウルス類のシャオキロンと同じ動物である、可能性が排除することは困難であると指摘した。しかし、 両者の間にかなりの大きさの違いがある。ベンソン、カラーノ及びブルーステによる、その後の研究によれば、シャオキンドングには最初に考えられたほど禁煙ではないが、カルノサウルス類であり、子が最初に考えたようにアロサウルスに禁煙であると分かった。わずかな化石に基づいて、他にいくつかの種が記載されている。チロンケソリス、シビリカスはロシア、 ブリアート自治ソビエト社会主義共和国にあるタージンスカイアスビタの白秋前期の地層から発見された単一の第四中足骨に基づいている。この記載は情報に乏しく正確な類縁関係を決定することはできない。シロンテソリス・マウアチャンシスは2009年にシャショロング、マウアチャンシスに再分類された。シロンテソリス・ゼジン・ジェンシスとされる化石は デリジノサウルス類のものである可能性があり、実際には、南春ゴサウルスのホロタイプと同じ個体の化石かも、しれない。ありがとうございます。